はい、皆様こんばんは、石友です。今日はヤフオクであるものを落札しました。はい、 B さんにお伝えするんですけど、姫源流全然人気ないですね。もう上から見ましたうちで、まあ僕のコレクションになるか次のプレゼントになるかはまだ分からんですけど、サイズが大きいんで、まあ僕はこの管理がいいんですよね。この管理がいいんで僕はこれにしてますけど、まあ賛否両論あると思います。これで立派な姫源流を作ります。まあそれが欲しい時も、欲しかったらまたそれもプレゼントしますし、まあ一応石玉が育てます。あんまりドラヤさんで買った姫源流も人気がまあなかったっていうのがありまして、まあなんでかって言ったら、やっぱりこのチャンネル、まあ YouTube でわざわざ植物の動画を見られる方っていうのはなかなかコアな人が多いっていうのが思いますんで、やっぱり初心者向けにはなるんでしょうけど、まあ初心者の方は見てないっていう感じでしたんで、はい、今回はそういううちで管理しようと思います。姫源流は追加選ばないですもん。YouTube よく見られてる方で、うちの石玉のチャンネルを見られてる方で、なかなかプレゼント企画参加してくれないと、まあ結構参加率悪いんですよね。あんまり欲しいもの載ってないですかね。か、まあ石玉が育てる姿を見るだけでいいのか、プレゼント応募したらいいと思うんですよ、いつも。例えば、藤岡さんによく姿を送る方、はい、名前は言いませんけど、あと、藤岡さんに苗を送られてる方、はい、あと、YouTube されてる方、あんま欲しいのないですかね。なんか、プレゼント企画の動画があんまり良くないかなとか、あんまり見られてる方が少ないんで、どうなのかなと思ってます。もっといいやつがいいんですかね。結局、買ってきたものをプレゼントしたら、それは、何の価値もないというか、まあ、そうですね。それ買ってきたやつをプレゼントするだけっていう、普通の参加さんと変わらないからね。なんで、まあ、それなりに、仕立てたやつっていうか、まあ、なんかね、僕が育てたか、育てたんで、まあ、プレミアムスコアではないですけど、まあ、そういうなんか、証っていうか、今までの、今まで育てて、来たっていう動画、育ててきて身近にあった植物っていうのがいいのかもなって、まあ、どうしてもらうんだったらそうしたいかなって思うんですよね、僕も。なんで、まあ、そんな感じなのかなと思ってるんですね。あ、なんかラブレター入っとんかと思ったら普通の紙でした。はい、結構頼んだはずなんですよ。落札してしまったんですけど、なんかめっちゃ箱は小さいんですよね。さあ何が入ってるかっていうことなんですけど、まあ、ちょっと番号見えたら申し訳ないんですけど、出品者さんは一応許可もらってないんで、出さない言わないですけど、皆さんがご存知の、出品者さんです。大体聞いたことあると思います。おー、案外ちっちゃかった。トリステです。はい、今回はトリステをめっちゃ注文してます。いやー、いいっすね。まあ、ゆくゆく許可もらって、もしかしたらお付き合いできるのかなとか、思ったりしてるんで、まあ、その時のためにも、まあ、一応名前は伏せさせていただこうかなと思っております。ベアルトの箱出品めっちゃ簡単ですよね。うわ、軽いな。あ、目は生きてました。よく言ってたも、目をこうほじほじしてしまうんですよね。生きてんのこれって、まあ、重いんですけど生きてんのと思う時あるんですけど、はい、生きてました、よかったです。まあ詮索はしないでいただけたらなと思うんですけど、出品者さんこうやって撮ってたんですよ。ちょっと待って、手の大きさからして結構でかくないと思うんですけど、持たれてる方は手ちっちゃいんですかね。想像以上にちっちゃかったです。こりゃその金額は妥当やなと思うんですけど、やっぱ高いのは大きかったんですかね。なんか僕も追いつけなくなったんでもう諦めたんですけどね。あ、これですよ皆さん。もう落札してくれと言わんばかりのものがあったんですよ。これです、これです。ちょっと番号見えたら検索履歴で見えてしまうんですけど、まあはい、もう見たい人は見てください。これです、これめっちゃ重いっすね。やば、ちゃんと成長点が出てます。成長点というか芽が吹いてます。もうトリステは一回、まあ、ヤフオクで結構出されてる方のトリステ買ったんですけど、
その時も大概やばかったんですよ。ごめんなさい、表現で言いましたけど、だいぶやばかったんですよ。結構しんどるもんが多くて、でも成長点が、出てないのを買うのも心配なんですよ、それを見て。なんでもう成長点あるやつしか買ってないです、今回。はい。選ぶコツといったらあれですけど、僕はそれで見極めてますね。成長点が生きてたら大抵は大丈夫です。はい。なんでまだありまして。モンストロ、ネグレクター一社手放したんですよね。結構優位株、一応サムネと URL 載っけとくんで、それも見ていただけたらと思うんですけど、一回ヤフオクに出して、おさらばしたんですよ、ネグレクターと。結構かっこよかったんですよ、盆栽仕立てで。はい、ゴツゴツの溶岩石に入れて仕立ててたんですけど、もういいかなっていうことで手放したんですよね。ただやっぱりネグレクター欲しいってなって買いました。はい、なんと2株。僕が、買ってた金額、下ろしてもらってた金額で売り値がよりはだいぶ高かったんで、今後お付き合いがあるんだったら、そこの、業者さんと、はい、下ろしていただいてっていう話をしようかなって思ってるんですけど、ちょっと高かったです。全く価格はこんな感じであるとは思うんですけど、相場よりちょっと高いなっていう感じで躊躇しまして、2株っていう感じ。しかも芽が出てるやつしか選んでないっていう感じですね。これは芽出てないんですけど、枝見たらこうやってブリブリになってるんですよ。見えますか？ちょっと光の加減で分かりづらいですけど、この真ん中の方、中心部の方、ちょっとブリブリっていう艶が張ってるんですよ。パキプスで言ったらパキプスみたいなボコボコの、シワがないツルツルな感じですね。で、それで間違いないでしょうということで、あとですね、この冬の時しか分からんのですけど、冷たいんですよ、株持ったら。水分含んでると水って結構温まりにくく冷めにくいんで、こう持ったら冷たいっていうのがあるんで、それが手にした時の選びやすいポイントかなとは思うんですけどね。はい、はい、よかったです。これを植え込んでいこうかなって。でこの取り捨て、日曜日の終了の時はめっちゃ高くなっとったんで、ちょっと手が出なかったんですけど、これ1万3000円ですよ。これ1万3000円で落札したらもうめっちゃいいっすよね。はい、いい買い物しました。ただこれも1万3000円くらいしてたんで、ちょっとサイズ感が分かりづらかったですね。はい、あと送料が無料になってたんですよ。これ1個送るにしても、これ2つとも送るにしても、こいつ入れるにしても同じ送料になるんですよ。はい、送料だけ儲けてますね。はい、ということで、あんまり、はい、今後お付き合いするかもしれないんで、はい、僕の独り言だと思って言ってください、思ってください。はい、ということでこれ下処理してきます。はい、もう多分大丈夫でしょうということで、下処理ももう取り捨てはいらないかなと思って、はい、取り捨ては省きます。で、ネグレクターですよね。結構大丈夫そうですけど、この断面の切り方だと、表面積大きいじゃないですか。表面積大きいんで、傷が治りやすいようにこうパッツリと切ります。お、綺麗じゃないですか。でもなんか黒ずんでる。ここがちょっと黒ずんでますね。別に心配にはならんくらいだと思うんですけど、一応切ってきます。今回でいいでしょう。匂いは爽やかな匂いしますけど、なんかどことなく人んちの匂いがしますね。やばいな、これ出品者さん見てたらこいつには送らねえよって思うかもしれないですけど、はい、次これ。なんでこんな切り方するんですかね。新鮮なとこ見せたいってことなんですかね。
まあまあまあ新鮮ですよね、そりゃ。まあということで、乾かさずにメデールつけずに普通にルートン塗って下処理っていう感じにします。はい、なんかピントが合わんすね。よし、これでまあ下処理は完了です。ほんで、まあ、あまり聞いたくないですけど、場所取るんで、冬の管理ですからね、場所取るんで、あまり聞いたくはないんですけど、一応選定して、枯れ枝っていうかまあ、他に当たりそうな枝は落としときます。ああ、生きてた、生きてたっすね。くっそ。見分けがつかんな。やっぱ先端から切っていくべきなんですよね、こういうのって多分。生きてますよね。結構新鮮っすね。いや、いいな。これからお付き合いができれば嬉しいんですけど。まあパキプスみたいに真剣になる必要はないですもんね、これ、ネグレクタは。結構生きとるっすね。ほんで、なんか、やっぱ見せるためなんでしょうね。こう、斜めにスパスパッと切ってますね。あ、結構生きとるっすね。こうやって、風に流れる感じで、行きましょうか。はい、これで完了と。まあこういう黒ずみの枝なんかもう、まあ後で味が出ますからね、置いとってもいいんやけど、切ったらうん、切ったら面白くなくなりますね。うん、これも風で流れる感じが面白いんで、よし、切らずに行きます。あ、ちょっと邪魔に、あ、いやいいや、こうやってシュッて内側に、ちょっと近い距離なんであまり見にくいかもしれないですけど、シュッとこう中に入ってる感じもかっこいいですよね。あとこう、これがもう普通にまっすぐだったら切らないですけど、こう埋めてるんで、まあ残します。これ枯れてますけど。こんな感じですかね。まあ邪魔にならんかったらいいですよね。よし、とりあえずひとまずこいつらは避けといて。ですよね、ヤフオクもうまいこと利用できたらお買い得なものが買えますもんね。僕はもう先にこの金額やったら落としてもいいなっていう金額をもう買い、あらかじめ入れとくんですよ。まあ1円スタートのもんとかやったらなかなか最初から1万円とかは入金入札できないんで、まあそんなんは後々ウォッチリストに入れて置いとくみたいな。で、後で1万円以上入札できるようになったらもう入れとくんですよね。で、もしそれ以上高くなっても、まあ高かったけん、自分の金額に合わなかったけん、もう諦めたらいいかっていう感じになりますよね。それで、インスタもやっております。まあ出品者さん泣かせではあるかもしれないですけど、あ、ちなみにこれ、お風呂の土です。みじんもいっぱい入ってます。もしかしたら花と野菜も入ってるかもしれないですけど、あ、取り捨ては花と野菜、まあ発根して植え替えるときでいいんですけど、花と野菜みたいな、有機物が入った肥料つ、土を使うと抜群にいいですよ。あ、この取り捨ては、おそらく、これが上だと思うんで、このまま植えますね。まあ、ヤフオクも、多分出品者さんもお金になればと思ってくらいで出してると思うんで、もう明らかに、まあ、どんだけ、あれですよね、枯れそうなやつでも、まあ、5,000円くらいでチャレンジできたらいっかみたいな感じのカバーありますよね。僕も YouTube の話題になりますし、まあ、なんとかそういうやつらを再生させてあげたいっていうのもありますし、なんでまあそういう金額で、まあ一番安いその金額だったらそういう枯れそうなやつでも買ってもいっかみたいな感じで選んでますね。やっぱりなんとかしてそうやって蘇生できたらって命をつなげれたらなという感じで、はい、
やってますけど、まあ、あの業者さんを助けるのも、助ける必要はないんで、まあ、その植物が生きてたらいいなっていう感じですよね。こいつちょっとミス間違えて買ったかなと思ったんですけど、成長点は生きてたんで、はい、これも植え込んでいきます。結構深めでいきましょう。これはあの振る人は振るっていただけたらなと思うんですけどね。まあ石玉は別にそんなのざっとしてるんで、さすがにこういう、底石は高いですからね高いし邪魔やしっていう感じでのけてますけど、まあもう入ったら入ったら仕方ないと思ってます。はい、この千なんちゃらとかいう角スコいいですよ。はい、あの角まで救えますしね、丸よりかは四角い方が絶対いいです。まあ人によるんでしょうけど、こんな感じでとりあえず取り捨ては植え終わりました。はい、次大きい取り捨てちゃんですよ。さあこの鉢にどれくらいでしょう。この鉢に植え込んでいきます。やっぱりちょっとお気に入りのやつなんかは大きい鉢に植えたくなりますね。まあ根っこがないんでこれでザクザクいけるんですよね。この根っこが弱いもん、ファキブスとか違うグラちゃんとかはあんまりザクザクできないですよね。すぐ根っこは切れますし。よし、植え込みましたよ。こんな感じになりました。ちゃんと根も拭いてます。あれ、なんかどっかで見たことある、どっかで見たことありますね。もうチャコ、お前チャコやったんか。ああ、こらチャコ、そこでうんこするなって思いますけどね。ああ、こいつチャコやったみたいですねよし、今日からお前もチャコっていうことで育てていきます。はい、ということで次ネグレクタか。はい、ネグレクタいきます。まあネグレクタも同じ感じで、ちょっと長いですからね、まあ発根するかなっていう感じで、まあ直接底石にはつけたくないんである程度は入れときます。ちょっと仕込ん長いな、仕方ないですね。これで植え込みます。さっきと同じ土です。まだ春先になったら僕は何に使って配合してるかっていうのを動画撮ろうかなと思うんですけど、需要があればいいですけどね。まあ、参考になればっていう感じで動画撮ろうかなと思ってます。今はまだ作り置きの土がめっちゃありますからね。正直土を作れないんですよ。よし、まあ、こいつもまだ根っこがないんでトントンしてもいいんですけど、あ、トントンした方がいいっすね。まあこんな感じでちょっと、ヘロヘロっとした感じで植わってますけど、まあまた発根したら深い鉢に植え替えます。ちょっと今鉢ないですからね、とりあえず発根するまでの時間ということで、こんな感じでちょっと高い感じです。まあ最後見せよう。
こいつは綺麗に入るでしょう。やっぱこいつもちょっと鉢が高いかな、鉢が低いかなって感じですけどね。こんなもんでしょう。はい、という感じでこんな感じで植わっております。まあ背が高いんでちょっと不格好なんですけど、もうちょっと、まあ、発根してから大きい鉢に植え替えていこうかなという感じです。はい、まあ枝も残ってたら味が出るかなっていう感じで残してます。葉っぱが出てなんか微妙な感じになったら切ろうかなと思います。とりあえずもうこれじゃ、これやったら邪魔にならんと思うんで、加温室に入れて乾いたら水やりにしようかなと思ってます。とりあえずまあ、18度設定の温度があるんで、室温があるんで、うん、まあ特段その加温にヒーターマットに置いたりとか、そのレンズヒーター巻いたりとかしない予定です。まあ、一応メネデールは週に1回くらい水やりのたんびにやろうかなとは思ってますね。はい、もう上からジャバッとかけてます。多分100倍か50倍、まあ、適当なんで100倍くらいになるかなと思うんですけどね。はい、これでネグレクタ発根管理していこうかなと思います。トリステ今ヤフオクに結構出てますね。皆さん買い時ですよ。安い金額設定してもうゆっくり寝てくださいゆっくり寝て次の朝落札してたらラッキー、もう落札できなかったら、うん、縁がなかったということで、もう自分が欲しい金額を入力してあとは寝るだけです。はい、そしたら自分の希望金額で後で後悔することないじゃないですか。最後の繰り上げ入札とかがもうヒートアップするんですよ、皆さん熱を持って。そんなことしなくてもいっぱいありますからどうしても欲しい株があったりとか、ヤフオクも遊びだと思って買えば面白いですよね。はい、この金額で買えたらラッキー、これで話のネタにできるとか、植物の、まあ、インスタとかの動画のネタになるとか、話の話題になるとかですよね。うちこんなに安く植物買ったんでっていう自慢もできるじゃないですか。もう植物ヤフオクはもう金額、希望金額書いて寝るだけですもう最後の5分とか、まあ、30分20分くらいの通知が来るじゃないですか。もうあれが気が気でならんので、もう携帯がピコンピコンピコンってずっとなるじゃないですか。負けたかなとか、入札競り負けたかなとかいうのがすっごい気になるじゃないですか。もうあんなことしちゃったらもう、ね、本当心臓が縮まりそうになるんで後で後悔するじゃないですか、大体そういうのって。うわ高くなってしまったとか、こんなに金額上がって買うもんではなかったのにとかいうのをめっちゃ今まで後悔してきたんで、僕はもう楽しみながらヤフオクをしようかなと思っております。あ、チャコ、これおまんじゅうステファニアみたいですよね。かっこいいですよね。これわさわさの葉っぱ出たらどうなるんでしょう。下の団子も気になりますけど、切り離して根差しができたら面白いですけどね。はあ、このチャコ、いいっすね。まああれですよ、はい、皆さんもヤフオクを楽しんで、まあ楽しんでる人もおると思うんですけどね。まあヤフオクも楽しんで、人生もヤフオクも楽しんだもん勝ちっていうことで、はいはい、楽しみましょう皆さん。ということで今回はネグレクタとトリステのヤフオクで買って植え込んでみたっていう動画でした。はい、また経過観察の動画も上げていきますんでよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。それじゃあ次動きがあれば動画を撮ろうと思います。チャコ